この羽はあ何？知らないわ。なんで？なんでって言われても知らないものは知らないのよ、フランドー。フランドールね、お姉様。なんか出てきたわ。今回はフラップ坊主って世界を遊んでいくわ。何それ？旗取り合戦よ。人数少ないし赤い方に入りましょう。あれ、いつものフライドポテト将軍じゃないわね。どうやらこの世界では姿が統一されるみたい。あれ、もうこっち3点も取ってるじゃない。人数少ないのになんでこっちが勝ってるわけ？とりあえずラッキーと思いましょう。それで、どうするの？もちろん相手の陣地から旗を取りに行くわよ。相手の陣地ってどこなの？それはわからない。もう、なんでそんな重要なことがわかってないのよ。多分あっちでしょう。その前に敵を排除。めっちゃ撃つじゃん、お姉様。敵だからね。確実に息の根を止めるわ。うお、こいつビームサーベルみたいなの持ってるわ。くるくるしてたわね。なんか中央右上に旗の表示あるし、多分あっちに相手の旗はあるんだわ。あそこに向かってダッシュよ。敵があんまりいないわね。右側で銃声はしてるんだけど、このまま敵と会わずに行けちゃうかもしれないわ。このはしごを登れば敵の陣地だわ。あ、上にいるわよ。なんか落ちていったわ。これはチャンス。よし、味方私を守るのよ。お姉様思いっきり殺しに行ってるじゃない。敵は一人でも多く排除しないとね。こっちに気づいてない敵がまた一人。完全に裏を取ってるわね。はい、撃ちますよ。うーわ、お姉様非道。ひどくない。このまま何事もなくこの旗持ち帰れそうだわ。このゲーム簡単すぎない？いやいや、たまたまよきっと。ああ、こっちの旗を持って帰ろうとしてる敵発見。あれは無視しても味方がやってくれるわよ。そうね。私は旗を持ち帰るのが第一だわ。ゴールはすぐそこだわ。うおー。特に叫ぶ場面ではないわね。タッチダウン。違うと思う。む、こんな近くに敵が。味方がビームサーベルで応戦してるわ。あ、でも死んだ。私のカバーが遅かったばっかりに。あっちの方にめっちゃ敵いるわよ。ちょっと距離が遠いわね。こういう時はスナイパーライフルを使うの。倒せてないわよ。次は頭に当ててやるわ。お、本当に当たったわ。もう一発行くわよ。相手も狙ってる。よし、いいじゃない私。自画自賛。ふむ、ここで敵の姿が見えなくなったわね。この木にお姉様全身。ちゃんと武器をこっちに変えておいてと。早速敵発見。うわ、めちゃくちゃ剣振ってきてるわ。くくく、剣なんて距離取れば銃には勝てないのよ。うわ、すっごいドヤ顔。どうやらこっちチームはまた旗を取ったみたいね。どうするの？守ってって書いてるし、守りに行こうかしら。守りに行くって、その旗持ってる人の居場所わかるの？わからない。さっきからわからないことだらけじゃない。あ、でも旗の表示あっちだし、あっちにいるんじゃないかしら。確かに青い旗が遠くにあるわね。動いてるみたいだし。あれ？こんなところにプレイヤー。また後ろから撃ったわね。仕方ないでしょ。そしてどうやら無事に得点になったみたいよ。あっちから敵の気配がする。落ちてきたわ。うわぁ。なんか大量に落ちてきた。さすがにこれはもう無理そうね。やめろ、やめ。あ、死んだ。こんな大人数で来るなんて。まああれだけ敵陣地に近かったらそうなるよね。私には何か足りないというの。なんで止まってるのよ。よし、やるわよ。味方がまた旗を取ったみたいよ。見て、爆弾よ爆弾。これ使ったらどうなるのかしら。うわ、なんか陣地壊しちゃったわよ。なるほど、こんな使い方もできるのね。これは便利だわ。もしかしてブロック破壊用の爆弾なのかしら。まあでもすでに今回は開拓されてるみたいだし、あんまり使わないかもね。敵発見。またたくさんいるわよ。敵の旗が落ちてる。あそこで味方やられたのかしら。味方、私が援護するわよ。旗を持った人を護衛するお姉様。うわ、行った。ふぅ、とっさに切り替えの判断ができてよかったわ。味方の体力結構ギリギリね。私が護衛するんだから安心しなさい。全然安心できなさそうだわ。さあどこからでも来なさいよ。あ、穴が開いた。ちょ、いきなりそんな大量に。まずいまずい、体力回復しないと。一回だけ全回復できるみたいね。しまった、ここで玉切れ。こうなったらお前だけは何が何でも倒してやる。よく倒しきれたわね。でもさすがにお姉様も死亡。ロケットランチャーとか持ってるんですけど。しかし、赤チーム圧倒的に勝ってるわね。ふむ、得点こっち6で相手0だからね。このまま圧勝したいところだわ。ちょっと加速。特に何もないわねー。相手も全然こっち来ないわ。む、こっちの旗を取られたわ。阻止よ、お姉様阻止。待て、その旗は絶対にタッチダウンさせないわよ。あ、後ろから失礼。お姉様また後ろからやったわね。アサシンと呼んでもいいわよ。絶対に呼ばない。ええじゃない。じゃあ暗殺者でいいわよ。日本語になっただけじゃない。っていうかもしかしてまた旗取られてる？いや、まだ戻ってないだけだと思うけど。そういうことね。で、降りたら敵がたくさん。おお、敵も本気出してきたわね。ちょ、数が多すぎる。お姉様そのまま死亡。これはちょっとまずい気がするわ。
残り時間3分、さてどうなるかしら。敵の進撃を止めるのよ。動くお姉様。どこから来る？やっぱり裏取りしたいわよね。こっちもこっちで旗をちゃんと取ってるみたいね。とりあえず旗のアイコン持っていくわよ。赤の旗があっちに行ってるってことは。まずい、得点される。さすがにもう間に合わないわね。あ、パーフェクトゲームじゃなくなったわ。そんなもの狙ってたのね。払い手に銃撃。普通に死ぬと思うんだけど。うわ、やっぱり敵陣地には敵が多いわね。何当たり前のこと言ってるの。やっぱり私もロケットランチャーが欲しいわね。絶対自爆するからやめた方がいいわお姉様。本当？本当よ。フランドールがそこまで言うならやめておくわ。フランドールね、お姉様。さて、私ももうそろそろ敵の旗を取りに行こうと思う。敵陣地に敵密集してるし、行けるかしら。敵に会いませんようにって願いながら行くから大丈夫よ。願ったところで敵は消えないと思うわ。とりあえず行くと決めたから行く。レミリア、行きます。お姉様それ変。変じゃないわよ。あら、やっぱり願ったから敵がいなくなったわ。たまたまよお姉様。このまま旗も取りたいわね。あ、敵がいるわ。お邪魔します。普通に取っちゃったわ。お邪魔しました。これで帰れちゃうの。まだ息だけよ。帰るまでが遠足と教えたでしょう。遠足じゃないでしょこれ。後ろから敵が来ないかすごく気になる。味方もいたし、大丈夫じゃないかしら。うわわ、なんか撃たれてる。後ろに敵がいるわねこれは。まずい、早くはしごに登らなければ。ってあれ？あれれ？テンパってはしごに登れなくなるのず。よし、あとはタッチダウンするだけ。赤チームの7点目が入ったわね。青チームにいつの間にか2点入れられてるけど。入れられた分は突き放せばいいのよ。お、なんかいるわね。ロケットランチャー撃ってきたわよ。む、今後ろになんかいなかった？いたような。む、ここまで侵入してたとは。しかも2人も。またロケットランチャー撃たれたわね。逃がさないわよ。おうお姉様。なに？こっちもか。リロードなんてさせない。お姉様押し切った。最後切りかかってきたわ。お姉様もあの距離なら切ればよかったのに。今回は剣っていう判断に全然ならなかったわ。スコップはどうなのかしら。剣より弱そう。っていうか何ピョンピョン跳ねてるのよ。なかなか登れなかったの。というか全然いないわ。試合時間残り1分切ったわよ。こっちか。敵だわ。ヘッドショット。バッチリ決めてやったわ。頭一撃か。伝説のスナイパーって呼んでいいわよ。呼ばない。さて、最後はどうしようかしら。敵の旗を狙うのか、それとも味方を守るのか、敵をただただ倒すのか。そもそもお姉様敵がどこにいるか分かってないでしょ。わかってるわよ。多分こっちらへんよ。って後ろから撃つな。さっき散々やってたのに。くそ奇妙なステップね。多分相手も同じこと思ってるわよ。あーこら、逃げるんじゃないわよ。なんかめちゃくちゃ敵がいるわね。くっく、これはイレブイ状態なんじゃない。お姉様がまた後ろから敵を襲う。さすがに気づかれたか。でもたくさん倒せたし、満足だわ。確かにかなり倒したわね。残り15秒切ったし、この勝負はもらったわ。最後に点入れた方が109点とかないのかしら。何その理不尽システムは。しかも109点って微妙な点ね。お姉様ここの段差苦手すぎでしょ。もう、うるさいわね。とか言ってたら時間がなくなったわ。うおお勝ちだ。まあまあの活躍だったわねお姉様。上からね。上からよ。じゃあ今回はこれで終わり。お姉様を暗殺したいよって人はグッドボタンとチャンネル登録よろしく。やめてよね。